はい、こんにちは、カイデンと申します。新潟県佐渡島でドキュメンタリー制作しておりますといったところで、今日なんですけども、ちょっと昼にですね、まあランチに出かけてですね、まあ満腹満腹とで、まあちょっと時間余ったので、この休憩時間利用してですね、サクッとちょっとスナップしようかなと思っております。このカメラですね、GR3 今日もちょっと持ち歩いてますので、これでちょっとフラフラーっとニーボの街を散歩しつつ写真撮ろうかなと思っております。はい、ニーボの街ですね、こんな感じで結構住宅が密集していて、まあ長屋ってわけじゃないんでしょうけど、この雰囲気すごい素敵だなと。でそれをね、こうやってGR3 このカメラでちょっとパチパチ撮っているっていう感じですね。スナップしていてちょっと考えてることは、結構写真って光を読めみたいな、光と影を読んで撮ろうみたいな風に言いますけど、僕はまあそういった影とかっていうことより、まあ形が結構気になってですね、この形面白いなっていう、まあそれは物体の例えば四角いとかね、なんか三角とかだけじゃなくて、なんか例えばこのシャッターがこう自分からこう眺めた時に奥に向かってこうすぼまっている時は、まあこう台形に見える感じ、こういうのがなんか面白いなみたいな、なんかそんなマインドで撮ってる気がしますね。その影とかっていうよりは ね、このシャッターすごいっすね。いろいろこうお店の名前が書いてありますけど、昔はこの商店街もかなり賑やかだったってことなんですかね。いろんなお店があってね、素敵。しかしあれですね、この動画を撮りながらスナップするっていう行為、これ初めてしてみましたけど、これめちゃめちゃむずいですねどっちが主なのかによりますよね。まあ僕の場合どっちだろう、この動画の方が主で、これを撮るために今日スナップしているっていう感じではあるんですけど、まあね、どうなんだろう。でも写真が良くなきゃね、スナップしてる意味がないですし、まあ結局どっちにもこうね、意識を及ばせなきゃいけないっていうのは難しい。お、このなんか花の感じすごい面白そう。撮ってみます。ご覧の通りですね、ちょっと大した写真ではないんですけども、まあそれでもね、こうやってカメラを持っているっていう意義、まあ日々を楽しむっていうことですよね、写真ライフですね。それをまあこんなね、ちょっとした昼休みの30分くらいですね、ふらーっといつも歩いてるような場所でもちょっと繰り出してですね、ちょっと違った目線でそのいつもの自分がね、暮らしている街を見つめるっていうのは、うん、面白いなというふうに思います。おすすめですね。それでね、またね、気づけることとかがあると思うんですよね。あ、こういうところがあったのかと。割とですね、まあ普段暮らしてるって言っても、隅から隅までこう見ているってわけじゃないですからね。こうやってね、写真を撮ってこう目をこう鋭い眼光でじゃないですけどね、視線をこう集中させてその街並みを見るとですね、新たな発見が割とあったりしますね。例えばね、なんでここのこんな奥まったところにポストがあるんだろうっていうこととかね、気になりますね。撮ってみましょう。ちょっと前の配信でなんかポロッと家を買いたいみたいな話をしたんですけども、妻と話していてですね、やっぱりこのニーボがいいなってすごい思いますね。まあ僕職場があるっていうこともありますし、まあ職場があるがゆえに、まあ結構ね、親しい方もこのニーボっていう地域には多くてですね、かつね、こういう雰囲気すごい素敵だなと。佐渡の中で割とこう真ん中の、地理的に真ん中の位置で割とどこにも行きやすいっていうのもね、いいんですよね、ニーボはね。
その両津っていう佐渡の玄関口にも行きやすいですし、相川、まあ、金山があるとことかですよね、そっちの方にも割と行きやすいし、南の方、まあ、僕がね常々こういろいろねお話ししている岩首とかですね、そっちの小木とかね、そっちの方面にも行きやすいですしね、ニーボいいなと思ってます。よいしょ。はい、そんな感じでこの動画を始めた商店街のところから、まあ、結構歩いてきたんですけども、まあ、結構って言っても、まあ、5分くらいですかね、うん、そうするとねこんななんか開けた山みたいなね、また一層より一層のどかな雰囲気になってですね、牧歌的っていうんですかね、うん、僕ちなみに一番最初に佐渡に引っ越してきて住んだのはこの向こうの山のふもとらへんの新保以内っていう集落なんですけども、まあちょっといろいろあってですね、まあ今はちょっと違うところに住んでるんですけども、あ、この集落も良かったですね。人がすごい何て言うんですかね、暖かくて、あっこも良かったんですけど、まあちょっとねちょっといろいろありまして引っ越してしまったと。ニーボいいなと思います。お、こうやって覗いて撮るのも良さそうですね。撮ってみましょう。よいしょ。ちなみにですね、この奥の一番奥の方に見えるのが僕の息子が行っている保育園ですね。今わちゃわちゃやってるんでしょうか、昼寝の時間かな。もう毎日あそこにこう子供を送り届けるというところから一日が始まると。でそのまま職場に向かうっていう毎日ですね。はい。でまあずっと商店街をまあ歩いてきたんですけど、ちょっと戻るような方向で、別ルートでね最初の場所に戻っていこうかと思っております。さっきの商店街の裏手の方に、まあ、こういった川があってですね、まあちょっと路地じゃないな、なんていうんですかね、細い道があると。またここもより一層のどかだな、いい感じだな、やっぱいいな、ニーボは。ちょっと写真撮ってみましょう。この黄色い草っていうか花っていうか、これ何なんですかね、よーく見ますよねこれね、すげえいろんなとこに生えてる。ただ僕ねこれすげえ好きなんですよね、この黄色い感じ。わー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 、難しい難しい、風に吹かれる風に吹かれる。マイクどうですかね、 DJI のオズモポケット3で収録してるんですけども、この風にも耐えられるとなるとなかなかですね。うわうわわ、全然撮れない、うん、まあ、撮ってくれるなっていうことなんでしょうかね。ちょっと諦めましょう。諦めも肝心ですね。柿の木ですね、柿がなっとりますね、季節ですね。この前柿農家さんの取材に行ったんですけど、取材というかまあ撮影ですね、柿をちょっとたんまりもらってですね、正直あんまり柿ってそんなに食べる習慣がなかったんですけども、いや美味しかったですね。佐渡のおけさ柿っていうなんかブランドなんですかね、おけさ柿っていう名前の、ここニーボで、まあ、あの佐渡の真ん中の方の平野地なんですけど、僕がその行ったのは夏季の取材に行ったのはその佐渡の南の方の集落ですね、丸山っていうところで、すごい広い土地で柿農家をされている方のお家に伺ってですね、柿をいただいたと。美味しかったなぁと。いや季節ですね、この季節のこの感じも相まってか、こののどかさなんですかね。すごい過ごしやすいですね今日、めちゃめちゃ晴れとるしな、スナップ日和っちゅうやつですね。この橋、味あるな、味がある橋ですね。手すり低っ、手すり低いな。これ僕うちの子供とここ散歩したりなんかしたらここから落ちちゃいそうですね。でもまあこれはこれでね味があっていいですね。わあここすごいな、素敵。このね最初も言いましたけど、こう住宅がこうギュッと密集している感じ、
長屋ってわけじゃないんでしょうけど、でその裏に川が流れていて、奥には小佐渡の山脈っていう、いい景色だなこりゃ。ちょっと撮ってみましょう。うまく構図が決まらないですね。 28mm 僕大好きなんですけど、このカメラですね、焦点距離 28mm の単焦点がついてますね。広くこう全体を取り込むような画角なので、なかなかねこういうそれこそ開けたところだとまとまりづらいですね。難しい、まだまだ修行が足りません。というようなところで、そろそろちょっと終わりにしようかななんて思っております。実はですね、ちょっと普通に仕事中でして、まあ休憩時間なんですけども、まあ映像の書き出しを今仕掛けていてですね、パソコンくんが頑張って映像を生成していると、仕上がったデータを生成していると、まあその間にちょっと出かけてお昼ご飯食べてスナップしてちょっと職場に戻るっていうような感じですね。よいしょ。はい、といったところで、スナップも終了ですかね。やっぱりですね、ちょっと改めて、まあ、このね 28mmGR 最高ですけど、やっぱちょっと今の自分 50mm だなっていう風に思いましたね。もうちょっと突っ込んで撮影したいなっていうところですね。なのでやっぱり 50mm のレンズ大至急欲しいですね。ちょっと小型の50mm のレンズを導入してですね、またまたちょっとスナップをしようかなと思っております。いやー、このスナップしながらの動画撮影、これかなり頭使いますね。休憩のはずがかなりなんか脳のスペックを使い切ってしまって、戻ったら多分ぐったりな気がしますね。結構これは大変だということでした。というようなことで、ニーボの街中スナップ動画でした。まあ、ちょっと緩く撮ったんでね、多分仕上がりも緩い感じになっとると思います。ご勘弁ください。お、素敵素敵。はい、撮れました。はい、何回もあれですね、スナップで中断してしまうという、なかなか終われないっていうところですね。これなんだ、これも面白いな。まあ、こんな感じでこうパシ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 どんどん撮っております。はい、今度こそ失礼いたします。お、先ほどの最初のところに戻ってまいりました。それでは会社に戻ろうと思います。失礼いたします。回転でした。